今日の動画では、5月より放送予定の新作韓国ドラマ11作品を紹介してみたいと思います。コントロールできないトラブルメーカーになってしまったアナウンサーが、情熱あふれるバラエティ番組の脚本家と出会うことから経験する、人生逆転コミカル恋愛ドラマ。劇中コウギョンピョは、イメージメイキング一筋のアナウンサーだったが、考えていることが脳を通さず、口から先に出る病気になってしまう、ソンギペク役を。カンハンナは、視聴率が全てである、12年目のバラエティ番組の脚本家、オンウチュ役を演じます。そしてここに、国民の婿と呼ばれる芸能人、キム・ジョンホン役を演じる、チュ・ジョンヒョクが加わり、愉快な三角関係を繰り広げる予定です。JTBC の新ドラマ、正直にお伝えしますは、韓国で5月1日、午後8時50分より放送がスタート、Netflix でも配信されることが決定しています。特別な能力を持っているが、誰も救えなかった男性が、ついに運命の女性を救い出す、ファンタジーロマンスドラマ。本作が除隊後の復帰作となる、チャン・ギヨンは劇中、過去へ戻る能力を持っていたが、うつ病になって、超能力を失ってしまう、朴義寿役を。一方、超能力家族の前に現れた、怪しい女性とダヘ役を、チョン・ウヒが演じます。その他に、コードジム、スヒョン、タクソイ、オーマンソクなど、期待を裏切らない俳優たちが加わり、愉快な笑いと温かい感動を届ける予定です。JTBC の新ドラマ、ヒーローではありませんがは、韓国で5月4日、午後10時30分より放送開始予定です。現代版巨匠、イム・サンウォクになりたい、タフな女性ヨン・スジョンと、彼女に運命を託した、粘り強くてケチな男性、ヨン・ウィジュが繰り広げる、痛快な恋愛復讐劇。結婚及び、出産後の復帰作となる、主演のアム・ヒョンギョンが、ストレートな性格で幅広い女性ファンを抱えているが、好きな男性とは目も合わせられない、恋愛ベタな、辰年生まれの小ホスト、ヨン・スジョン役を務めます。続いてソー・ジュニョンは、粘り強くてケチな男性、ヨン・ウィジュ役。スジョンが思いを寄せる、マソングループの後継ぎ、チュ・ウジン役をコン・ファウン。欲望と利己心の塊である、チェ・ヘラ役をイム・チューンが演じ、ドラマの緊張感を高める模様です。MBC の新ドラマ、勇敢無双ヨン・スジョンは、韓国で5月6日、午後7時5分より初放送予定です。学習塾のベテラン講師ソー・ヘジンと、新人講師として同じ学習塾に赴任した彼女の元教え子、イ・ジュノによる、密かで甘いミッドナイトロマンスを描くドラマ。チョン・リョウォンは作中、確かな実力と経験で多くの実績を残す、14年目のベテラン国語講師、ソー・ヘジン役を。大手企業を退職し、10年ぶりに帰ってきて、恩師ヘジンの日常をかき乱す、新人講師、イ・ジュノウ・ウィ・ハジュンが、テチドンの塾外に憧れる新任講師、ナム・チョンミ役を、ソー・ジュヨンが演じます。TVN の新ドラマ卒業は、韓国で5月11日、21時20分に放送開始予定、Netflix で同日配信される予定です。同名のウェブ漫画を原作に、仁義礼智信を備えた MZ 世代の詩、シン・ユンボクと、むやみに取り扱われる人生に疲れた女性、キム・ホンドの本格的なディフェンスロマンチックコメディ。作中でキム・ミョンスは、朝鮮時代の姿がそのまま残っている、ソン・サン村の後継者で、地位と特待を兼ね備えた21世紀の儒学者、シン・ユンボク役を演じます。続いて、レイサイ・ルイブランドのデザインチームの契約アシスタントで、家族を養わなければならない、キム・ホンド役をイ・ヨヨンが演じます。KBS2 の新ドラマ、むやみに接してくれは、5月13日、午後10時10分に、韓国で初放送予定です。道路上のヴィランを最後まで追跡する、交通犯罪捜査チームの痛快な捜査犯罪劇。韓国ドラマとしては初めて、殺人事件よりも多くの犠牲者を生んでいる、交通犯罪に着目した作品。主演のイ・ミンギは作中、カイスト出身というユニークな経歴の持ち主で、鋭い分析力を持つ新人主任、ジャー・ヨンホ役を演じます。続いて、粘り強い性格で、自分が引き受けた事件は必ず解決する、TCI のエースで班長、ミン・ソヒ役をカク・ソニョン。その他に、TCI を率いるチーム長、チョン・チェマン役のホー・ソンテや、イ・ホチョル、ジェイ・ムンヒなどが出演します。
ENA の新ドラマ、クラッシュは、5月13日、午後10時より放送がスタートし、ディズニープラスで独占配信予定です。8人の人物が、8階に分けられた、秘密に包まれた空間に閉じ込められ、時間が経てばお金が稼げる、甘く危険なショーに参加することで繰り広げられる物語。グローバル累積閲覧数、3億回を記録した作家ページンス氏のウェブ漫画、マネーゲームと、パイゲームを合わせて新たに脚色した作品。リュウ・ジュンヨル、チョン・ウヒ、タク・ジョンミン、イー・ウルム、タク・ヘジュン、イー・ジュヨン、ムン・ジョンヒ、ペイ・ソンウという超豪華キャストが8人の参加者に扮し、協力と対立、裏切りを繰り返し、視聴者の没入を誘う予定です。サイエット賞、極限のマネー賞は、ネットフリックスにて5月17日より配信スタート予定です。全国最下位の協力班と最高のエリート協力班長が出会い、最強のチームになっていく物語を描く、コミカル犯罪捜査劇。主演のキム・ドンウクは、何もかもを兼ね備えた最高のエリート警察だが、全国検挙実績最下位という不名誉のタイトルを持つ、ソンウォン警察署の協力2班に赴任した新任班長、トンバン・ユビン役を演じます。そしてそのソンウォン警察署協力2班のメンバーに、タクジファン、ソーヒョヌ、タクセワン、イーソウと個性豊かな俳優陣が顔を揃え、視聴者に痛快さと面白さを届ける予定です。SBS の新ドラマ、協力ではないが魅力的な協力班は、韓国で5月22日より初放送予定です。自他共に認める韓国最高の家庭心理カウンセラーの主人公が、正体不明の脅迫犯から自分のキャリアと家庭を脅かされることになり、推理作家の姑と協力し家族を守ろうとする物語を描いたヒューマンブラックコメディ。劇中キム・ヒソンは、ある事件を通して人生が一から揺らぐことになる、韓国最高の家庭心理カウンセラーで、国民的に愛されるセレブ、ノー・ヨンウォン役を。そして、もう一つの中心軸であるイーヘヨンは、ある事件をきっかけに嫁のヨンウォンと協力して家族を守ろうとする、カリスマあふれる推理作家、ホン・サガン役を演じます。その他に、キム・ナミ、ヨヌ、2PM のチャンソンなどがキャスティング。MBC の新ドラマ、我が家は、韓国で5月中旬に初放送予定です。誰かによって、強制的に麻薬の中毒にされた麻薬チームのエース刑事が、友人の死を手がかりに20年間続いた異質な友情、そのコネクションの全貌を明らかにする、心理犯罪捜査スリラー。劇中チソンは、警察内部で後輩たちの尊敬と先輩たちの信頼を一身に受けるアンヒョン警察署の麻薬チーム警部補、チャン・ジェギョン役を務めます。一方で、自己主張が強く包み隠さない物言いのアンヒョン経済日報の社会部記者、オー・ユンジン役をチョン・ミド。シャープで冷徹な検事、パク・テジン役をコン・ユル。クムヒョングループの副会長、ウォン・ジョンス役をキム・ギョンナムが務めます。SBS の新ドラマ、コネクションは、韓国で5月中旬に初放送予定です。1960年代初頭、戦争中も毎日3食を与えたというサムシクおじさんと、みんながよく食べて豊かに暮らす国を作ろうとしたエリート青年のキムさんが出会い、一緒に夢を叶えようとする熱い物語を描くドラマ。自分だけの鉄則を持つサムシクおじさんことパク・ドチルを演じるのは、同作が30年を超える俳優人生初のドラマ出演となる主演のソン・ガンホ。一方、サムシクおじさんとパートナーシップを組んで、韓国を産業国家にしようと奮闘する青年、キムさんをピョン・ヨハンが演じます。また、サムシクおじさんを良いように使う、次期指導者候補、カン・ソンミン役のイ・ギュヒョンや、ソン・ヒョヌ、ジン・ギジュ、少女時代のティファニー、ユー・ジェミョンなど、皆様ご存知の豪華キャストが多数出演します。サムシクおじさんは、ディズニープラスにて5月15日から配信スタートです。